サンブレイクイエーイ、サンブレイクイエーイ、チス、誰も知らないサンブレイク、イカレタゴースケです。というわけで、昨日はサンブレイクでお話が持ちきりでしたけども、今日もサンブレイクのことだけ考えていこうと思います。まあ2日ぐらいは許してください。というわけでね、いろんな話をまとめたものと私の妄想を練り上げたものをお話ししていきたいと思いますよ。とりあえずサンブレイクのね PV が出ております。で、ここね話しておかないといけないんですけども、結構コメントにあったんだけども、おそらく来週の、これ前はこの間も言ったかな、来週の木曜日の東京ゲームショウのカプコンプログラムで、細かい情報が出ると思いますんで、まあ、そちらの方で、続報を待てということと、これね、やっぱね、勘違いしてる人が結構いらっしゃるみたいなんですけども、サンブレイクはね、新作ではないんですよ。サンブレイクはモンスターハンターライズの拡張版。まあ、簡単に言うと有料アップでですね。なんで、ライズをプレイして、ある程度進めておかないと、プレイできないっていうか、その地域に行けないことが多々ありますんで、ライズがまだ途中の人はきちんと終わらせておきましょう。おそらく、まあ、ラスボス倒しておけば問題ないかなと思われます。でですよ、サンブレイクの、まあ、PV のお話からしましょう。皆さんのコメント等々をまとめながら。これ、PV に映っていたモンスターは、古竜ですね。クシャルダオラやテオテスカトルと同じ古竜種という奴らになります。まあ、罠が効かない奴らだよね。なぜかというと、このね、モンスターハンターの世界にはワイバーン種とドラゴン種っていうのがいまして、呼び方違ったかもしれないけども、いわゆる古竜っていうのは四つ足に翼が生えているもの。まあ、簡単に言うとね、6本体から生えているやつ。まあ、尻尾入れると7本、首入れると8本ですけども。で、リオレウスみたいな2本足に翼だけが生えているものをワイバーン種。っていうことになっているんですよ。で、PV を見る限り、四つ足に翼が生えていて、で、形的には、いわゆるドスコリューっていう、クシャルダオラとかテオテスカトルみたいな、まあ、一般的な骨格を持った古竜種っていうことになりますが、このモンスターの特殊能力がおそらく、ストーリー等々にめちゃくちゃ関わってくるし、モンスターの種類にも多分関わってきます。というのも、PV を見てると、まあ、リオレウスが飛んでいるところに、まあ、この、ヴァンパイア竜、何?ヴァンパリオンが急に現れて、まあ、襲いかかるような PV がね、流れてるんですよ。で、その時に、暗転した時に、血をすすうような音が聞こえるんですね。で、ハンターと対峙している時は、まるでマントを、マントで身を隠すヴァンパイアのような、まあ、コウモリのような佇まいをしているから、ことから、まあ、おそらくドラキュラ・ヴァンパイアをモチーフにしたモンスターであると。で、ライズが日本の妖怪をモチーフにしたモンスターをたくさん出していたから、おそらくサンブレイクでは、洋風の海外の、まあ、妖怪、モンスターをモチーフにしたモンスターが出てくるのではないかなと。モンスターと、化け物のモンスターとモンハンのモンスターで被ってややこしいから妖怪って言いましょうか。だから海外の西洋妖怪をモチーフにしたモンスターっていうのがたくさん出てくるんじゃないかなと皆さんが予想しているし、私もまあ多分それは間違いないかなと思います。で、こいつがヴァンパイアであろうっていうのは、まあ、血をすすること、それからコウモリ風であること、そして背景が、どこかの古城、古いお城のような、おそらくドラキュラ城をモチーフにしているんじゃないかなっていうね。まあ、そういった背景だったんですね。で、ここからまたいろんな考察ができるんですけども、多分ここはね、まあ、ここ細かくなっちゃうけど話が。このライズのカムラの里がある国ではないと思うんですね。感じからすると。で、どこかっていうと、多分、まあ、西洋。な、このモンスターハンターの世界の西洋っていうと、ちょっと世界地図出してこなきゃいけないんで、ちょっとややこしくなってきてしまうけども、服装からすると近いのは、ロンディーネさんだよね。こっちにいますね。ロンディーネさん、ちょっと、その、未明を見せてくださいよ。この和風のモンスターがいるカムラの里周辺と和風の装いを持っている NPC、 ここで一線を隠して洋風ってことになると代表的なのはこのロンディーネさんですね。そしてロンディーネさんといえば船ということになります。これもこの間言いましたけども、そしてこのロンディーネさんは加古村のね、加古村のイラストをね、この辺に飾っております。公益賞チーニョちゃんが、なんでまあここもちょっと気になるところですけども、なんでおそらくストーリーとして、ここからはね、公式発表ではないですよ。
ただまあ大体予想できるところとしては、ロンディーネさんの祖国等々の付近に存在しているモンスターが、あのヴァンパリオン、ドラキュラモチーフのモンスターなのではないかなということなんですよ。で、まあまあまあ分かったよと、ヴァンパイアっぽいモンスターが出るのね、まあそれで何なのっていう話なんですけども、これって現在においてはどれぐらい認知されていることか分かりませんけども、最近だとまあゾンビの方がね多いですね。あ、だからゾンビっていうか洋風のモンスターっていうと、だから洋風モンスターがいっぱい出てくる可能性があるんだよね。こっちで言うと、例えばフルフルが六六首かな、ライズで言うとね、フルフルが六六首とかカゴモンスターとかもうちょっと妖怪になぞらえた形で出てくるじゃないですか。なんで西洋モンスターもたくさん出てくると思うんですけど、例えば今作ガシャドクロがいなかったんだよね。百鬼夜行って言えばガシャドクロってめちゃくちゃ目立ってるんですよ、めちゃくちゃでかいから。なのでその辺でオストガローとか出てくるんじゃないのって思ったけど、いなかったんですよ。だそのあたりがもしかするとスケルトンとして西洋で出てくる可能性はあるよね。スケルトン系の骸骨としてね、海外にも巨大な骸骨っていう化け物結構いますから、まあそういった形で出てくる可能性もあると。まあ他にももちろん新モンスターもたくさん出てくるだろうしね。ゾンビと言ったらね、あいつですよ。あれ名前出てこねえや。ワールドにいたあいつですね。正気を司る交流ですね。まあそんなモンスターもいました。で、ここからはちょっとメタな話も入るんですけども、モンスターハンターライズには、百竜夜行っていう新システムがありますよね。これってモンスターハンターライズが、発売する前からガンガン押していたものなので、おそらくサンブレイクにも引き継がれると思うんです。でも海外にはじゃあナルハタタ姫がいるのかっていう話になってきてしまうんですけども、その代わりになるのがヴァンパリオンヴァンパリオン、いや勘違いする人がいるからやめよう。PV に映っていた吸血古竜なのではないかなと思います。さあ、さっき言いかけましたね、そのヴァンパイアは血を吸うことで眷属を増やすんですね。そしてナルハタタ姫たちも、まあ、子孫あまねく繁栄しろみたいな感じで、まあ、子孫を増やすという話をしていました。そういう点では少し似通ってきていますね。ただまあ眷属を増やすっていう話になってくるんで、まあ、百竜夜行でビビって逃げているモンスターたちとはまた変わってくると思います。過去作においてこういったまあ、仲間を増やすんではないんだけども、一つのモンスターが原因で他のモンスターに影響を及ぼしてしまった事例というのがあります。それが恐竜ウイルス、恐竜ウイルスだっけ、恐竜化っていうやつですね。過去作のモンスターにはまあウイルスを司るモンスターがいたんですよ。あ、これ一つ豆知識なんですけども、古竜は一匹一匹にモチーフとなる薬剤を持っています。例えばナルハタだったら雷、マキヒコだったら風で、クシャルダオラはまあ台風とか嵐で、テオテスカトルだったら、火災みたいなね形で、まあこのモンスターハンターの世界ライズだとあんまり言われてないけども、古竜というのはまあそれがそのものが自然災害級のものである、避けれる 人類が避けれるものではないっていう、そういう認識なんだよね。そんな自然みたいな化け物を討伐してしまうからハンターはすごいっていうまあ話なんですけども、まあその薬剤そのものなんで、ヴァンパリオンじゃない、吸血竜が古竜である以上、必ず何かしらの薬剤を持ってるんですよね。で、ヴァンパイア系列の薬剤っていうと、まあそもそもヴァンパイアが血を吸って眷属を増やすっていうこと自体も薬剤じゃ薬剤なんですけども、でもそれってあくまで史実とかではなくて、まあ言うたらおとぎ話じゃないですか。おとぎ話の薬剤ではないと思うんですよ。って考えると、その伝説の元になった病気がありましたよね。あれなんだっけ、黒死病、ペスト、その辺ですね。まあ血を媒介にして増える病ですね。ここが今回の一つ焦点になるんではないかなと。ウイルスっていう点では、病っていう点では、その恐竜ウイルスにちょっと近いものはあるんだけども、でも他に薬剤って多分見当たらないよね。そして
その血を、例えばあの PV で血を吸われたリオレウスが、あの血を吸われて捕食されて終わるのではなく、もしかするとそのヴァンパイア伝説にちなんで、やつもヴァンパイア化してしまう可能性がありますね。で、ヴァンパイア化した人っていうのはどうなるかっていうと、まあヴァンパイアと同じ特性を持つんですね。まあこれ伝承様々なんで、一般的な話をすると不死の力を得る、それから他人の血を求めてさまようという点です。なんでね、そういった形で吸血され眷属になるのか、もしくはその何、他のモンスターの血を求めるっていう同じ特性を持ったモンスターっていうのが百竜夜行としてサンブレイク版で登場するんではないかなと。 あとあのその吸血竜のあの話でもう一個ありましたね。 PV の背景が夜なんですよね。なんで、でタイトルもサンブレイクなんで、まあ、太陽を避けるという意味で、おそらく夜にしか動けないモンスターなのではないかなと。なんできっと吸血されたモンスターっていうのも同じように夜にしか動けない可能性ってのはあるよね。そういえば百竜夜行の PV も、まあ、百竜夜行さ昼夜関係なく来てたけども、百竜夜行の PV では夜だったんだよね。そして個人的には本当に嬉しいんだけど、まだわかんないんだけどね、まだわかんないんだけど多分そうだろうなっていうところで嬉しいんですけども、さっきロンディーネさんの話が出ましたよね。そう、ロンディーネさんとヨモギちゃん、実はこのカムラの里って前にね、あのフラグの話でいっぱいしましたけども、外の世界に曰くを持つキャラクターがいっぱいいるんですよ。例えばなぜか知らないけど祖国を滅ぼされていそうなカゲロウさん、それからあの海外からあの行商のふりをしてこのカムラの里にやってきているロンディーネさん、そして幼い頃、赤ん坊の頃にやんごとなき香りとともにカゲロウさんに拾われてきたヨモギちゃん、そして外の国で働いているという話が出ているイオリくん、このあたりですね。それからまあこの間もこれちょっと出ましたけども、ここのなんだっけ、釣り木っていう NPC のお父さんも外の国からどうやってかわからないけど珍しい品をこの里に持ち込んでいるみたいです。ということはこの西洋、そして海外に曰くのあるキャラクターたちのストーリーはモンスターハンターライズサンブレイクに引き継がれるような気がします。というか話の中心点となるような気がしますね。これ結構ね、モンスターハンターシリーズっていうのはまあ、ストーリーはあったんだけども、そこまでがっちりとしたストーリーっていうのは置かれないことが多々あったんですよ。ワールドでそのストーリーっていうのがだいぶ深掘りされるようになりましたけども、なんで私もサンブレイクが出てもこのキャラクターたちのストーリーっていうのはもしかするとその謎のまま終わる可能性もあるかなって思ったんですけども、ここまでピースが揃ってしまうと普通にその後の話というのがね、出そうですね。まあ妄想するのであれば、皆さんの話も統合するのであれば、まあロンディーネさんがそもそもここに来ている目的っていうのがやんごとなきお方であるヨモギちゃんの護衛だとして、ヨモギちゃんがこっちのカムラの国に連れてこられた理由っていうのが吸血竜による厄災から逃れるためで、さらに解かれていない部分で言えば、カゲロウの国を滅ぼしたのもそういった竜の仕業ってことであると、あの PV っていうのはね、ちょっと納得がいくかなと思います。まあドラキュラ、まあ、ヴァンパイアの一番メジャーなモチーフ、名前で出てくるのはドラキュラ伯爵ですけども、まあね、やっぱ魔王、ラスボスみたいなイメージ強いですからね、そういった形でストーリーに関わってくるかなと思いつつ、実は大抵 PV にはラスボスと裏ボスは出てこないことがあります。あの、モンスターハンターライズだけが、珍しく、ナルハタタ姫の骨が、火山にね、火山洞窟にあるのが PV に映ってたりしましたけどもね。で、もう一つおそらく、外の国に行くであろうっていうのが、
PV にね、一番最初に本当にチラッとなんですけども、小型モンスターが映ってんだよね。ちっちゃい青柱みたいな。最初、タヌキかと思ったんだけども、よーく見るとタヌキっぽくないんですね。どっちかっていうとね、見た目としてはね、ハリセンボンとか、ハリネズミ。尻尾がボハーってなってて、顔先が細い。そういったやつに見えたんで、おそらくね、もう、このカムラ付近とは、環境が全く違う場所。木も生えてて、ちょっと調べてみたんだけども、まあ、ただカムラの付近の地形にも、まあ、似たような木は生えてたから、どっちかとは言えないんだけども、でもおそらく、完全な新環境に行くのではないかなと思われますんで、船を使って外の世界に行くっていうのはもう間違いないんじゃないでしょうかね。これはよくある話ですけども、モンハンではね。拠点になる街っていうのが切り替わるっていうのはたくさんのシリーズであるんですよ。前作のワールドでも、ダブルクロスでも、その前の4でも、モンハン4でも、拠点が切り替わるってことはね、非常によくあったんですね。なんで今回、この和風のカムラの里から西洋の国を拠点として、そうなってくると、姉妹が行っているハンターさんが外の世界に飛び出してしまうの。寂しいけども、応援してますというね、都合のいい、今解釈をしましたけども、そういったコメントを残してくれています。この言葉っていうのはどうやら真実になりそうです。まあ、とりあえず、今分かっているあたりとしてはこの辺ですかね。めちゃくちゃ楽しみになりましたね。なんでその船等々が使えるタイミングで加古村に行ける可能性、私の中ではね、もう元々は3割4割ファンサービスかなと思ってたけども 70% ぐらいまで上がってきてますよ。過去作のモンスターで、もうこれ、ここからは私の欲望なんだけど、ストーリー2本立てってやらないかなって思ってんですよ。今話終わると思った君、ちょっと待ってくれたまえ。ストーリーが2本立てにならないかなと思っているんです。っていうのも、ナルハタタ姫の話が、だってもしそのヴァンパイアの話の方に行ってしまったら、ナルハタタ姫の話が終わっちゃうじゃないですか。でもナルハタタ姫の話って終わってるかっていうと、まずマガイマガドは何だったのか。一匹だけ普通常のモンスターなのに百竜夜行に関わらなかった、巻き込まれなかったマガイマガドの存在、それからラスボス戦で乱入してきたマガイマガド、そして産卵しておそらくお腹に卵を作っていたナルハタタ姫、ここまださ全然解決してないよね。エンディングでも触れられていません。なのでもしかしたら和洋折衷、まあ、どっかで統合されるかもしれないけども、カムラの里のストーリーとサンブレイクたる西洋のストーリーの2本立て、この2つのクエストストーリーを進めていくことになる可能性もあって、まあもっと言うなれば、その過去村とかにも新しいストーリーとかが追加されちゃって、てかダブルクロスがちょっとそれに近いことをやってるんですよ、実はね。各村にその専用モンスターみたいなものがいるんですけども、そいつらを倒すちょっとしたミニストーリーみたいなものが展開されるんですね。それの大型版みたいなのが来るとめちゃくちゃ世界は広がりますね。なんでここをちょっと楽しみにしておきたいところです。まあこの辺は本当に妄想が入りますけども、詳しい話は来週木曜日、期待しておこうか、どうなるか。というわけでね、お祭りゲーと言われているライズ、モンスターハンターワールドがおそらく正統派ストーリーで、このライズとかダブルクロスってのは、まあとにかくいろんな要素をガンガンぶち込んでいくお祭り系モンハンと言われていますからね、このお祭り感ぜひとも楽しみにしていただきて、行きたいところだ。でさらにね、そのサンブレイクの話も出てますけども、おそらく来週ロードマップ等々の話も出てくると思います。どうなるかははっきり言って読めないです。サンブレイクをきちんと用意していたってことは、ライズ自体のアップデートも用意されてたと思うんだけども、去年の騒動云々でカプコンコラボのみになっている状態っていうのは、まあ多分あったんだと思う。なんで後押しになってしまった企画っていうのを
この後にぶっ込んでくるか、もしくは元の道に戻って、用意されていたイベントっていうのをまた戻してくるのか、それとも特に用意されてないのか、その辺はちょっとわかんないからね、これ来週要注目でございます。てなわけで、サンブレイクが発売した気持ちをぶっちゃけさせていただきました。誰も知らない狩人、サンブレイクでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて